ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。今日はですね、私が車の中で聞いていた音声セミナー、音だけのね、要するに車運転してるから動画とかは私は見ない方なんだけども、そこでね、神田正則さん、世界的なマーケッターと言われてるマーケティングのプロですね、神田正則さんね、でそれからこの方と、あと天下史郎さん、天下史郎さんっていうのはこれペンネームで、本名は土井俊忠さんという方なんですけど、もともとソニーの上席乗務をされてた方で、コンパクトディスクね、皆さんは多分誰でも知ってると思うんだけども、 CD を開発した方、あと犬型ロボットのアイボっていうのも開発された実績があられます。で、まあ、この方とのね、神田先生との要は対談音声っていうのがあって、それをね、車の中で最近聞いてたんですよ。もういろんなそのデータはあるんですよ。車の中で聞けるようなそのセミナー、オンラインセミナーみたいなやつが音声としてデータで残ってて、それをたくさんその iPhone に入れてるんで、それをね、車の中でちょいちょい聞いてるんだけども、その時にね、まあ、この2人の方の話の中で面白い話がいくつかあったのでご紹介したいなと思うのは、今回ちょっとね、引きこもりの話が出てきたんですよ。引きこもりね。で、引きこもりっていうと多分誰もがなんかちょっとこう社会現象的に良くない、ネガティブな印象を抱く、で家の中から出てこないとかね、なんかその学校にも行かない、まあ学校に行けない引きこもりっていうのは多分不登校とかって言い方をされると思うんだけども、そういった方とかね、フリーターとかそういう人たち、まあフリーターはまだね、外に出て働いてる方もいるんでちょっと違うかな。引きこもりっていうのも完全にほら、要はニートと一緒で働かないような感じよね。で家に引きこもって外に出ないと。でただまあそういった生き方をさしてる人っていうのは、普段あと私たちの意識の上では普通は働くわけじゃないですか。学校に行って勉強し、会社に行って仕事をして、ね、一日を終えると。で要するに仕事をしないで家の中に引きこもっている人たちっていうのをネガティブなものとして扱っているっていうのが今の私たちの現代だと思うんだけども、天下史郎さんとのその対談を聞いていると、天下史郎さんどういうふうに発想しているかというとね、引きこもりという人たちがもしかしたら人類として一番進化してるんじゃないだろうかというわけですよ。でそんな発想したことないでしょ。引きこもりが一番人種として進化した形である。でどういう意味かっていうと、私たちは今そういうふうに企業戦士として会社に行って働いてとか、まあ、私みたいにフリーな人もいるけども、何かこう働いて、何かこう自分が何かを生産していることに対して生きている実感をなんかこう抱くとかね、何か動いてないと生きている感じがしないみたいな、まあ、ある意味でアクティブな状態っていうのが、まあ、なんか今のこの現代においては一番オーソドックスな生き方なんですよね。でそのオーソドックスを外れると、きっとさ、異質なものっていうのは結構ほら除外されるでしょ。日本でもそうだけど排斥されるじゃないですか、ね、少数派っていうのは常にね。でも天下史郎さんの言ってることはどういうことかっていうと、引きこもり、要するにそういうふうにアクティブではない、ね、要は戦わない平和主義っていう言い方をしてたんですけど、その平和主義でいられる人たちっていうのは実は少ないんですね。だから企業でに出向いて働いて給料を得て、それで生活をしていくというこのアクティブな生き方は攻撃的であると、どちらかというとね。でそういったその攻撃的ではない生き方、平和主義っていうのは実は何もしない、働かないし戦わないっていうね。でその戦わない生き方ができる人たちっていうのは今現代ではまだ少ないので、まあニートや引きこもりっていう人たちがやっている行為というのは異質なものに見えるんでネガティブな印象を受けるんだけども、これからの時代が要請している、要するに時代がこれから向かうべき先にあるものは平和なので、平和ということを体現している人たちという意味では、引きこもりをしている人たち、ニートをしている人たちっていうのはもしかしたらその人種として、まあ、意識レベル的に一番進化してしまっている人たちなんじゃないか。でそうするとどういう言い方になるかっていうと、彼らっていうのはもしかしたらその時代の変遷の被害者なんじゃないか、時代の移り変わりの中でね、その早く進化しすぎたがゆえに、まあ、孤独を味わってしまう、まあ、ちょっとかわいそうな人たちなんじゃないかっていうのを天下史郎さんがおっしゃってたわけです。でこういう発想ってしたことないと思うんですよね。私もすごい車運転しながらドキッとさせられて、引きこもりが最先端なのかとね。でも言ってることは確かに、なんだろうな、そういう解釈をすれば、あ、飲み込めるな、腑に落ちるなっていう感じではあるんですよ。例えば面白い話はね、他にもあって、例えばまあ今この動画を見られてる方が学生なんで、なんていう、お話するのなんですけど、死についてもね、お話をされていて、要するに例えば死をもう
忌むべき良くない結果結論として見なせば死ぬことが怖いよねっていうのは自然ですよね。でも例えば死がある、それはもう避けられないもので、もしいつか死ぬんであれば、その死の瞬間までをね、まあ、どうせだったらそれまでのね、この刹那の人生を充実させた方がいいんじゃないか、この人生を充実させることに集中した方がいいんじゃないかと割り切れると、実は死というものを忌み嫌うような対象ではなくて、もっとね受け入れやすいものになるんじゃないかっていう発想されてるんですよ。でこれはすごいね、私が日頃言ってるこの世は解釈と行動の世界ってね、すごくつながっていて、私たちは脳の進化がね、実は1万年前、狩猟採集時代であった1万年前をベースに今の脳っていうのは進化を遂げてきたわけです。でその1万年前の時代環境をベースに進化してきた脳は、今その1万年の間に文明として進化したこの今の時代の環境に慣れてないでしょ。そんなはずじゃなかったみたいな人生を描いてるわけですよ、その脳は。ってことは起こること、いろんなことが全てがもう想定外のことが起こり続けてるような状態です、脳にとってね。私たちはそれは今までの時代とか、その父親母親おじいちゃんおばあちゃんの代から少しずつその時代が移り変わってることは知ってるし、もちろん生きている間にいろんなね情報をさ頭の中に入れるから、こういう時代でこういうことが起きていて、こういうことがねたまにあるような現代の時代なんだなっていうのは認識できるんだけど、脳にとっては1万年前をベースに今の時代が生きているようなもんだから、もう起こること全てがね想定外すぎて、今の人たちっていうのはもう常にね不安と一緒に生きているようなもんなんですよ。それはね精神的に弱いとかじゃなくて、脳の基本的な構造がそうなってるんです。脳は基本的に私たちのこの体を生きながらえさせるためにいろんな命令をね体に下すんだけども、脳っていうのはこの体を守らないといけないから、命を危険にさらすようなことからこの体を避けさせるためにいろんな仕組みを作ってます。そうするともし想定外のことが起きれば、脳にとってはこの体を守れないリスクが高まるでしょ。なので不安というものを脳の中で生み出して、この体にストップをかけるんですよ。ああ動いちゃダメって、今何もしちゃダメっていうふうにブレーキをかける。これが今皆さんに起こっている不安の正体なんですね。つまり脳がもう元々生まれ持ってきた構造で生まれているもので、皆さんがネガティブな性格だからとかじゃなくて、脳がそもそもネガティブに働くようになっちゃってるんですよ今。っていうことは死というものも同じで、そういうふうに死をネガティブなものとして捉えれば怖くて仕方がないものではあるんだけれど、でも逆にどうせねもう誰も避けられないものであるならば、せめてその死がやってくるまでの人生をもう豊かにしましょうっていう解釈に持っていけば、死というものが私たちがねもう幸せに生きて、何もいろんなことをねもう全てやり尽くして、もうねもう自分やりきったよっていうふうな瞬間にやってくる、なんだろうな、寄り添える存在として認められることができればね、死というものをなんかちょっと違った形で受け入れられるんじゃないかっていうのが天狗四郎さんの発想だったりします。まあ今話した発想を天狗四郎さんが正確にしてるかどうかわかんないですよ。私がそのちょっと解釈を入れちゃったんで、天狗四郎さんの死に関する解釈を本当に知りたいという方は天狗四郎さんの本を読んでいただきたいんだけども、そういったね死に関する話とか、今の引きこもりの話、不登校の方もそうです。不登校の方だって学校に行かないっていうのは私にとってはね別にどうでもいいと思うんですよ。むしろ学校に行かないという選択を取ったあなたにしかできないことがあるっていうことを言いたい。で、不登校っていう言葉を使うとネガティブだけど、不登校の方が私はいいと思うんですよ。だって今の学校に行ってもそういうふうに個性を潰されたり余計なことをさせられて人生浪費させられることの方がはるかに多いから、学校に行かない、もう不登校の立場を貫くっていう人の方が私ははるかにね人生を豊かに生きる選択をしてると思う。で、こういうことを言うとものすごく問題発言になってしまうので表立っては言えないけれど、少なくともそう思います。だから不登校の方だったら絶対に学校に縛られてない時間が多いから、自分の時間をねコントロールして自分に必要な勉強をちゃんと集中的にできる、そしてその結果自分の行きたい志望校があればその志望校のために勉強ができるし準備ができるし、例えばその先に違う生き方をね目指している、例えばもう子供も学校なんか行かずに自分で会社を立ち上げて自分の力で生きていけるようにしたいと思ったんだったら、そのための時間がもういっぱい取れるわけですよ。今のうちからそのネットビジネスとかね、そういった知識をつけて、パソコン一つあればどこに行ってもね世界中どこ旅しててもお金が稼げるよって話を自分で実現していたとしたら、もうそれでおしまいじゃないですか。そしたら自分の好きなことをやって生きていけるでしょ。自分で自分のベーシックインカムを作れるようなもんですよ。
だからそういったあの不登校という言葉に込められた意味で、今の現代というものが不登校というものあの方に対してつけているレッテル、そういったものは抜きにして、ね、あなた自身がその言葉にどういう解釈を付け加えるかによってあなたの行動が変わるわけだから、誰かがどうこうという他者の目ではなくて、誰かの、ね、意識ではなくて、あなた自身が自分のものに、自分の、ね、立場に、ね、あの自分の都合のいい解釈をできれば私は最強になると思う。で、引きこもり、ね、もし今引きこもっている方がもしいるとしたら、引きこもりが実は人類にとって一番進化した意識レベルなんだってことを、もしあなたが受け入れることができれば、わ、引きこもりすげえなと、引きこもりという選択を取ってる俺すげえってなるじゃないですか。自分の心、自分のその自分の誇り、ね、その自分に誇りを持てる引きこもりであったら、多分もっとね違う生き方ができると思うんですよ。引きこもりということに罪悪感を抱きながら引きこもっちゃってることっていうのは本当に苦しいと思う。自分を本当に追い詰めちゃってるかもしれないけど、逆だったらどうでしょう。引きこもりというものが本当は今から人間全体が向かうべきね、意識レベルの最高形態だとしたら、それを一番最初に体現してるのがあなたですと言われたら、ちょっと自信持てませんかね。まあもちろんそれが受け入れられる時代じゃないからね、それが苦しいと思うかもしれないので、もしそうであるならば引きこもりをやめる方法を考えるべきだし、引きこもりを続けるのであれば、引きこもりが自分にとっては最高の生き方なんだと受け入れるしかありません、ね、不登校だってそう。不登校は私はどちらかというと学校に通うよりも不登校の方がいいし、むしろ自分の息子もこの先ね、今の既存の学校システムにじゃあ委ねるのかというと、ちょっと私は不安なので、私の知り合いの方と今お話をしているのはそういうふうに、じゃあ別の環境を作りましょうかと、自分たちの子どもたちが今の既存のシステムに潰されないように、本当にね将来に必要な力をね、いろんな角度から育ててあげられるような環境をじゃあ作るしかないですよねって話はしてます。もちろんそれがね具体的にいつ完成するのかちょっとわからないですけど、それには時間もかかるしね。ただそういったことも本気で考えるぐらい、学校というものは今私はその自分の人生を預けるには危険な場所だと思っている、子どもたちの人生を預けるには危険な場所だと思っているので、まあ、この動画を見てくださっている方が引きこもりだったり不登校の、ね、立場を取っている方であれば、いやむしろそっちの方がいいんじゃないのって私は思う。もちろん引きこもりとかニートに関してはね、今やっぱり仕事をしないとお金が作れなくて、お金が作れないと生活がしづらいという方の方が多いから、その部分はね大いにやっぱ考えないといけないし、でもね、引きこもりであろうがニートであろうが、家の中でパソコン一つでさ、株やったりネットビジネスやって稼いでる人もいるし、そういった人ネオニートっていうらしいんだけど、そういう人たちはいるので、そういった生き方もあるし、引きこもりたいのであれば引きこもってても生活できるような方法を考えないといけないっていうね、まあ、あのちょっと違うあの発想が必要になってくるけど、それが今できるのであれば、もう世界中の引きこもり、世界中のニートを味方にできますよね。もしかしたらそこでもしかしたら一つの経済圏ができるかもしれない。そしたら面白いですよね。だからそういった発想の転換、解釈の転換ができれば、皆さんは本当に今の人生をもっと豊かにすることができる、ね、今回ちょっとねお話ししたのはもちろん引きこもりという方々、もしくは不登校になられた方々に対して、いやいや全然それでもいいじゃんかっていう話をしたかったのと、今の時代とのね狭間で苦しんでいる今の状況をね、どう改善していけばいいかってことのヒントをね、あのなったらいいなと思ってお話ししました。でなおかつ神田正則さんとか天下四郎さんの本とかっていうのはものすごくね、あのインスピレーションをあの得られたりとか、すごくねプラスのこと、これからの人生を生きやすくしてくれる発想をたくさん学べるので、もしね時間があったり気持ちに余裕がある方はね、この方たちの本をね読んでみてください。本屋に行けば無数に本はあると思います。自分の興味がある本をねどんどん読んでいきましょう。そしたら自分の頭の中にいろんな情報が入ってきて、いろんな解釈が生まれて、皆さんはどん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 その目の前の問題をねクリアしていけるような力がね育っていくので、まあこの動画をねきっかけにして、もうこれからもねどん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 ねいい人生をね築いていってくれたらと思います。一緒にね楽しんでいきましょう。